最近な、5G のことを学び始めて、今起きている環境問題や、人間への身体的問題が起きている、主な原因が空間に漂う周波数と人間の周波数の差だと思って、人間を高周波化させる方法がないかといろいろと調べていたんだ。その中でカタカムナというものを見つけたので、この言語の面白さが調べていくうちに分かったので、簡易に解説していきたいと思う。まず、これがカタカムナの言語になる。私は変人なので、この文字で周波数レベルから、全く異なる PC を作りたいと考えていろいろと見ていた、でな。この文字を再現するのであれば、キーボードとマウスは、全く異なる形になると思う。これがその形だな。カタカムナ PC のキーボードやマウスの形じゃないかな。で、このコントローラに必要な機能と、あったら面白い機能としては、コントローラーの十字を押したり、引いたりすることで、文字を再現することが必要となり、コントローラーを回して文字の意味を変えたりすることができると思う。あとはコントローラーを切り離すか、伸縮させる機能が必要だな。電磁波に関しては QAM という、信号方式があるのでもしかしたら、それをうまく使えば文字をデータ化できるんじゃないかな。これは簡単に言うと、PC の中にあるレート1という概念に、方向や奥行きを与えられる文字がカタカムナの考え方だと思う。さらに裏カタカムナや鏡という概念を組み込めば、ほぼ無限に新しい技術などが生み出され、それこそ科学者ではなくクリエイターが時代を変えられる武器になるんじゃないかな。まあ、遊び心がないと多分、カタカムナの技術は飛躍しない。今の時代の人間に早い技術なのかもしれないな。ペラペラと喋ってみたが、別に参考にした話とかも特になく、文字の形が特徴的だから、見る方向を変えたり、鏡で見ると意味が変わったりと、面白い文字だと思ったので、それを PC のコントローラーと置き換えて話してみた。必要な動作がキーボードを打つではなく、コントローラーでカタカムナの形を再現するのが、カタカムナの特徴だな。まあ、イメージできない人には難しいと思うし、作業スピードが速くなるものでもない。クリエイターが楽しみながら開発できるのがカタカムナだ。これには形を用いた足し算もできるし、引き算もできて、新しい形を生み出すことができる。これほど自由な文字はないと思う。そして、この文字を用いた技術の発展を行えるのは、カタカナを扱える日本人のみだと思うので、日本のエンジニアやクリエイターが協力すれば面白い世界になりますね。まあ、そんなところで今回の解説は終わりだ。この先の未来は良くも悪くも、可能性は無限に広がっていると思う。いろいろと不安とか恐怖もあると思うが、逆に今は楽しめる、学べる時間でもある。生き残るためのサバイバル知識を集めるのも面白いし、未来を想像するのも面白い。それぞれ今という時間を楽しめよな。じゃあな。